こんにちは。月に一度ゲットゴールヴィッセルのコーナーです。サンテレビアナウンサー木内亮が紹介してまいります。さて、はい、ヴィッセル神戸ですが、はい、今16位と。そうなんですよ。リーグ戦再開したんですけども、大分戦に敗れまして16位降格と、うん、でこれね、降格圏内に入ってしまったんですけど、ただ7位の大宮アルディージャと勝ち点で6の差ですんで、まあ、10チームが勝ち点6の中にひしめいているという大混戦ですんで、うん、まあ、1回勝てば順位がガラッと変わるっていうような形になってますんで、まだまだ20試合残ってますし大丈夫だということで、うん、はい、今回はですね、前半戦の怪我人が続出する中、チームを支えたこの若手選手をご紹介したいと思います。はい、今年のグアムキャンプでテレビ初出演を果たした松岡亮介選手、放送ではこんなコメントを残してくれました。試合に出てお客さんを呼べるような選手になりたいので、またぜひホームスタに来てください。という言葉通り、今シーズンはプロ初出場を果たし大ブレイク。ボランチのポジションを勝ち取る日もそう遠くはありません。という松岡選手、ごつ爽やか系やんね。はい、グアムキャンプでいろいろパク選手とでギャグなんかいっぱいやるらしいな。そうそうそう、もう常に笑わしたろうというようなね、はい、感じの選手だったんですけども、実はプロ2年目なんですけども、今年初出場ということで、まあ、念願かなった選手なんですけどもね、地元西宮市出身の23歳、まだまだ若いです。で、特徴はですね、まあ、とにかくピッチを動き回る豊富な運動量と体を張ったディフェンスが持ち味のボランチということで、まあ、キムナミル選手やボッティ選手とポジションを争うというところなんですけども、まあ、本当にね、前半戦怪我人多い中、この松岡選手の活躍も見逃せないところがありました。お笑いキャラなんですけども、インタビューではどうだったんでしょうか。お話を伺ってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当にね、グアムキャンプ以来、はい、1軍での出場も果たしまして、非常に私嬉しいんですけども。ありがとうございます。松岡さん自身はどう思ってますか。僕はやっぱりもうグアムキャンプ始まる前はもう後がないという思いで、とにかくもう恥を忍んでがむしゃらにやるしかないっていう形でずっとやってましたし、で、まあ、約半年ぐらい経って、まあ、ちょっと余裕が出てきて、プレーにもやっぱり余裕が出てきて、まあ、すごいいい感じで向上心を失わずにやれてると思います。はい、初出場の時っていうのはどんな感じでした。いやすごいね、言葉で言い表せれないぐらい緊張しましたね、うん、で外からずっと見ているホームスタといざピッチの中に入ってサポーターの声とか歓声が全然違うなっていうことですごい考えてるんです。このピッチに立ててるんだ、はい、その日ね、家に帰ってどうでしたか。ふーって感じ。まあ、そうですね、ベッドの上で寝るときに、うん、ガッツポーズしながら寝たりとりあえずはよしと、とりあえず、うんうんうん、第一歩を踏み出したと。もともとヴィッセル神戸っていうのは中盤のしかもボランチというポジションっていうのは非常にこう層が厚いということなんですけど、まあでも僕は一番下からのスタートやと思ってたんで、こうランク的にだから失うものもなかったし、逆にいいボランチの人たちのいいプレーを吸収しようとか、うんうん、まあ、最終的にはね、奪ってやろうっていう気持ちもありますし、すごい前向きにやれてますね、はい、最近一人暮らしを始めたそうで。はい、あ、よくご存知ね、ちょっと下調べしたんですけど。あ、そうですか僕一人結構大丈夫な人やと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、夜ご飯食べに行って外で、うんうん、10時ぐらいに家帰るとやっぱ寂しいですね。そんな寂しさを癒してくれるような人はいますか。いませんねん。いませんの。はい、いませんねん。でもおりそうだけどね。あ、そうですね、うん、なかなか純粋すぎて重いって言われますめめしって言われますよ俺は。それは過去の、過去の経験から。 あんためめしと普段の服装っていうのは。そうなんですよ。そんな感じなんですか。今日ユニフォームなんですけど、まあ今日見せたかったですね。ね、全身ユニクロですいいじゃないですか、庶民的で、はい、いや実は僕もね、今日全身そうですよ、靴以外全部ユニクロです。そうなんですよ。靴下までユニクロです。素晴らしい。素晴らしいですね。3足で990円っていう。そう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 、素晴らしいですね安いものをいいように見せたいっていう。おお、自分のセンスが問われるじゃないですか。お、まあ、センスないんですけど。いや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 、そんなもんないです、はい、うん、そういうの
へでだからねちょっとまあクラブハウスなんか来ていって、うん、おなええやんみたいなセンスあるやんみたいな感じ言われて、でも安いみたいな、実は金かけてませんよみたいな、はははははきれいごと言うかもしれないですけど、うん、震災も僕も経験しますし、うん、ねそれで復興してきたチームですし、うん、町もだからね本当に神戸のためにっていうか、うんまあ、兵庫県のために僕が何かできればいいなと思います。はい、まあ、将来そのヴィッセルにとってどういう選手になりたいかっていうのを聞かせてください。うん、もう目標は一つですね、うん、キャプテンです。おこう生え抜きの地元出身のキャプテンっていう、うんうん、それはもうみんなね待ってますから。そうですね、はい、それをなれるような選手というか、うん、存在感を放ちたいです。はい、なるほど、生え抜きの地元出身のキャプテンになりたいと、はい、いいこと言う、ねはい、あの言葉がなかったらユニクロ談義で終わってましたよあのね実はあのインタビュー20分ぐらいさせていただいたんですけどもその半分以上がもうああいうちょっと、ね、プライベート系の話で、まあ、非常に木内君もあれにユニクロ派の、あ僕、木内君はあれでしょ、ここ一番の仕事の時はいつもバーバリーなんでしょそうですね、だからこの人がバーバリー来てない時はやる気ないと思ってたそんなことないですよ。もうやっぱり安さにね目覚めてみたいな。目覚めて。目覚めて。まあまああのその話はどうでもいいんですけども、はい、あのこの松岡選手、まあ、結構ね入団会見の時に、コントをやったりとかして、まあ、結構お笑いキャラということで最初はあの報道陣にはそういう印象があったんですけども、まあ、やっぱりこの2年目になって試合に出だしてからはそういうところがもう全くなくなってまして、うん、まあ本当に真摯に。質問にも答えてくれますし、いや生意気はいただきますけど、だんだんやっぱりしっかりしてきますよね。そうですね。で、まあやっぱ話聞いてますと、将来キャプテンっていうのも本当あながち冗談ではなくて、うん、まあ本当に将来的なビジョンもしっかりと持ってて、うん、で同じポジションの韓国代表のキムナミル選手のプレーを盗んだりとか、うん、あとボッティ選手のいいところを盗んだりとかっていう、もうしっかりとねそういうまあいい選手のいいところを盗もうという気持ちも持ってますし、はい、本当に5、6年後。ヴィッセルのもうなくてはならない存在になってるんじゃないかなというふうにインタビューして思いました。はい、頑張ってもらいましょう。はい、それではヴィッセルからのお知らせです。明日5日の対大宮戦ではホームゲームイベントコリアフェスタが開催されます。特設ステージでは元ヴィッセル神戸の長嶋昭弘さんを迎えてのトークショー&サイン会が行われます。さらには韓国観光 PR ブースで韓国伝統茶が無料で振る舞われるほか、ハーフタイム抽選会ではキムナミル選手らのサイングッズも当たります。ぜひスタジアムまで足をお運びください。続いて6日になりますが、6日の日曜日、吉田孝之、レアンドロ両選手によるトークショーが午後1時から三宮の三地下夢広場で開催されます。会場では両選手によるトークショーやどなたでも参加できるモービーとのじゃんけん大会をお楽しみいただけます。選手のサイングッズやハーフシーズンシートなど豪華景品も用意されていますので、ぜひお出かけになってください。金曜いただきプレゼント、今回はヴィッセル神戸からラブ神戸フラッグを2名様にプレゼントいたします。うん、このフラッグを持ってぜひスタジアムに来てください。はい、こちらの宛先になります。合言葉を忘れなくお申し込みください。以上ゲットゴールヴィッセルでした。はい。